はい、皆さん。えー、こんにちは。はい、すみません。最初に謝っておきます。すみません。今回もグレーです。ということで、えー、ちょっと前のね、動画でも言ったんですけど、私やっぱりグレーだとかね、黒だとかね、えー、そういったシャツをね、ちょっとね、もう一枚ぐらい買おうかなという、本気でそういったようなことを考えております。もうあまりにもね、黒とかグレーのね、シャツの頻度が高いんでね、えー、片やですね、ピンクだとか赤だとか黄色,黄色だとかね、そういったような、期、え、待、ー、色の、 シャツがが全然着れなないいいいととととううここででで頻度にすすごい差ああるんよよねね、まあ、ったようなことでねやっぱりちょっと黒のシャツね、もしくはね、えー、濃紺だとかグレーだとかそういったようなのをちょっとね、買おうかなみたいなことをかん本気で考えております。本当撮影、撮影用だけなんですけどね、他のシャツいっぱいあるから、普段着るようなものだとね、十分なんですけど、いや,やっぱり撮影用にもう一枚ぐらい買おうかなみたいなことをちょっと考えております。はい、どうでもいいんですけど。 今回ね、やっぱりグレーのシャツをね、着させてもらってるんですけども今回はね KN の長の不敬発言みたいなことをね、ちょっとね、取り上げたいなというふうに思います最近ね私本当に、ね、KN 営の長のポンコツぶりというかですねまあ昨日もちょっと動画であげましたけど例の皇后雅子さまの、ね、馬アレルギーの話だとか本当にね、なんかね、不敬な振る舞いだとか発言だとかねもしくはですね怠慢さだとかね 私も最近よく話をさせてもらってますけども広報室が4月にできたにもかかわらず果たしてこの人たち何やってるんですかみたいな話だとかね本当にね、えー、刑務所のねポンコツぶりというかそういったのが際立ってるような気がするんですよね。まあ皆さんはちょっとねどういうふうにお考えになるか分かりませんけど今現在は令和です令和の世の中です。 天皇ご一家、天皇皇后両陛下、そしてですね、敏冥愛子さまを全面的に100%ね、サポートするようなね、体制にぜひですね、持っていってください。西村さん、みたいなことをね、本当に思いますですね。で、そういった中でね、今回ね、えー、ちょっとね、経営委員長の関係者の人がこんな不敬なことを言ってるよっていう話をしたいなというふうに思います。また画面変えます。はい、えー、ということでちょっとね、画面を変えさせてもらいましたけど、 え実はね、今週出ている「週刊新潮」に、そういったような具体的な不敬発言があったということで、私もね、えー、その新潮が出たときね、まああの、毎週、ね、木曜日に出ておりますので、その時にね、えちょっとねえ、まあ、一旦読んだんですけれども、別の観点でちょっとね、この新潮の記事に関しては話をさせてもらいました。ただね、ちょっと、ね、読み返してみると、あ こういったような不敬発言あるなということで、誰が言ってんだというふうに見たらで、よくよく見たらやっぱり KN 庁関係者。まあどういう関係者なのか、KN 長に今現在お勤めの人なのかよくわかりませんけども、依然してもこういったね、関係者の人がこういったような発言、これってやっぱりね、不敬だよなって私は思うんですね。まあなのでね、まあ皆さんどう思われるかわかりませんけど、少なくとも私は不敬に感じましたということです。 で、えー、今現在ご覧になっていただいているね、えー、とこで言うとですね、まあ、ああのー、これね、いつでしたかね、今月の確か7日ぐらいですよね、鹿児島に、えー、天皇皇后両陛下がお越しになりましたよね。で、あのー、まあ、主目的としては鹿児島国体のこの開会式にね、 えまあお出になるというようなことでその後引き続きね競技に関してまあお二人仲良くですね、まあ、笑顔でご覧になっていましたけどもまあその中でね、えー、具体的にこの清長の中でこんなことを言ってるんですよ要は私が不敬だって言ったのはこの黄色で書いといた部分その前ちょっと読みますけどねまず最初の文面ですね KN 町は、雅子妃のご体調を考慮して、地方へのお出ましで、一泊二日以上のご日程を組めず、えー、さつまいも業者の方々と時間を取るのが精一杯でした、みたいな表現が出てるんですよ。で、私が強調したいのは、これ、KN 町の関係者が言ってたっていう話ね、それを、えー、新庁の記者の方がそのまま書いてるんですけど、私が気になるのは、この雅子妃っていう表現です。というのはね、 皇后陛下なわけですよ。私もね、あの、雅子様をお呼びするときは、皇后雅子様、もしくは皇后陛下といったような表現をさせてもらってるんですけども、雅子妃、ちょっと違うんじゃないんですか例えばですね、天皇陛下をお呼びになるときには、必ずね、陛下といったような、ね、表現をされてますよね。 にもかかわらずですね、皇后雅子様に関してですね、雅子妃、違うよ、これ。皇后陛下もしくは皇后雅子様といったような表現にするんじゃないんですか刑務長関係者の人って私は思うんですけどね。 まあ正式にねどうお呼びするかってことは私もね皇室に関,関係するような皇室のジャーナリストでもありませんしそういったようなプロフェッショナルでもありませんからもしかしたらこの政子妃といったようなね呼び方でもいいのかもしれませんけどいや私はちょっと違うっていう気がするんですよね。 まあ、もしね、私が今回言ってるようなこと、間違いだっていうようなことであればね、またね、ご指摘いただければいいんですけどもね、まあ、そうしたら謝りますけどね。ただ、私はね、マサコヒっていう表現はちょっと違うんじゃないかなっていう気がしますけどね。で、まあ、あの、要はですね、この中の記事でも経営委員長の関係者は、 なんかね、恩気性が,がましくですね、要はね、一泊二日しか、えー、要は皇后雅子様が、皇后陛下がですね、えー、まだね、ご体調も完全じゃないわけですよ。要はですね、二泊三日とかなかなかできない。そういったようなハードルがある。っていうようなこととプラスしてね、ここにはもうちょっとね、頭くるから書かなかったんですけど、 同じくその、刑務庁の関係者の人がね、例えば今現在の上皇ご夫妻が天皇皇后両陛下であられた時にはですね、やっぱり地方にお出ましになる時には、2泊3日をご予定として組んでいた。要は2泊すればですね、今回その天皇皇后両陛下がさつまいものね、その農家に行きましたよね。そういったようなところでも、要は一般の国民と触れ合う機会が非常に多い。 故にですね、上皇ご夫妻においては、2泊3日を組まれていた。でも、えー、皇后、えー、今現在もですね、えー、皇后、雅子さまのご体調もあるので、1泊2日みたいな、そんなこと書か,かんでいいだろうみたいな感じするんですけどね。はっきり言ってですね、えー、そのね、えー、まあ今現在まだね、ご体調が100%でない中でも、やっぱりこういったことでね、1泊2日でもね、一生懸命ね、えー 何て言うんですか私が一生懸命なんて言葉もね、ちょっとね言葉が違うと思いますけれども、まあそのね、地方にお出ましになってですね、一泊されて、やっぱり今回のこのサツマイモのね、業者の方々と、あの、えー、実際にですね、懇談されてましたよね。今実際にね、ちょっとあの、まあ画像で見てもらっている通りです,ですね、えー、そのこのサツマイモの業者の方、 またもう社長さんといろいろ話をされたそして若い社員の方々と、ね、いろいろ話をされたでですね、まあ、この新著の記事にもありますけども、えー、この奥様のことですねこの業者の社長さんの奥様ともどうもね奥さんが、えー、まあご臨ねあの えまあ妊娠されていたというようなことで、雅子さがね、皇后雅子様まが、具体的にね、いつなんですかみたいなことをね、お話しされていて、それに関して、奥さんとしはですね、大感激していたっていうようなことで、十分にね、その地方の方ともね、ご懇談されているわけですよ。それにもかかわらずね、2泊3日できないとか、そんな表現いらないんだよね、という気がしますけどね。だからはっきり言って、この上皇ご夫妻は2泊3日してた、そんなような表現いりませんよ、ということなんだけどね。 まあ、それでも刑務庁関係者そんなこと言ってる話。で、えー、この二つ目の段落にもある通りでですね、えー、こんなこと言ってるんですよ。やっぱり、マ、えー、子コ・の隊長。だから、雅子妃じゃない。工房・雅子様だっていうのに、もうだんだんイラついてきました。すいません。ごめんなさい。えー、声が荒がってきましたけども、マ、えー、子コ・の隊長を考えれば連泊、連泊が難しいことは以前からわかっていた。別にそんなこと書かんでもいいよ。というようなことなんですけどね。 まあこういったようなことで、この政子妃といったような表現が、この週刊新潮の記事の中で、KN 庁の関係者が言っていた。まあどの関係者かわかりませんよ。わかりませんけれども、その関係者がこの政子妃といったような表現を2回もね、言っていたということで記事として上がっております。で、新潮の記者の方に関してはきちっと言ってるんですよ。それがね、一番最後の段落でね、こういったようなことなんですけど、 要はね、これは私が、えー、冒頭でもお話しした通り、広報室何やってるんだっていう話なんですけどね、えー、そのまま読みますが、えー、広報室をね、えー、新設したのだから、経営の長は積極的に、えー、要は皇后、政子様って、ことは、ね、ちゃんと言ってるわけですよ。そういうふうにね、新庁の記者の方は。 皇后雅子様と国民の橋渡しをする役割を担うべきではないだろうかといったことでえ経営庁は何やってるんだということで新庁の記者の方は言ってるわけですよねでももう何回も言いますけどもえこのね、えー、新庁の記者の方が経営長の関係者という人に取材をかけたら雅子妃みたいなことを言ってるんだよねどうなんですかねこれ雅子妃でもいいんですかね私はねはっきり言って不敬に聞こえちゃうんですよ まさこ、非殿下じゃないよ。皇后陛下なわけですよ。といったようなことをね、私は言いたいんですけど、私の認識間違いなんですかね。まあ、あの、もしね、間違ってるようだったら謝りますけど、私は少なくともそういうふうに感じました。ということですね。また、皆さんがね、どういうふうにお感じになるかは、またコメント欄でね、いろいろね、えー、書いていただければなっていう感じですけどもね。まあ、そういったようなことだったわけですね。はい、変えます。 はい。ということで、えー、今回はですね、えー、まあ、皇后雅子様の話題というか、まあ、刑務長の話題ですよね。刑務長は一体何やってるんですかと言ったようなことをね、またお話をさせてもらいました。いやね、さっきもね、お話ししましたけども、今現在はね、令和の世の中です。今現在の令和の皇室においては、天皇ご一家を中心に回っているんです。えー、と言ったようなことをね、重々ですね、刑務長としては考えてくださいよ。 ね、西村さんお願いしますよというようなことで本当にね広報室ねあのお名前がね F 室長だよねまあ一応 F さんということで頭虫し,しか今回は言いませんけどね。 あまりにも何にもやらなかったら本当に本名いっちゃうよみたいな感じですけどもね、まあ、F 室長においても本当にね4月からもうすでに半年以上経っているわけですよ、まあ、どんなにね新しく新設された部署だとしてもね23ヶ月すれば何らかのねこんなことやってますよみたいなねえ兆候が現れてもいいんですけど何にもないんだよねはっきり言ってね 本当にね、増員をしてね、えー、国民の税金使って人件費を年間で何千万円も使ってね、一体何をしているんでしょうか、って言ってのこと本当に思いますけどね。西村さんどうなんですかしっかりね、してくださいよ、みたいな感じですけどね。まあ皆さんどのように思われますかね、っていう感じですよね。本当にね、県庁何やってるのかね、っていう感じが思えて仕方がありません、といったことです。はい、今回もね、ありがとうございました。ではね、バイバーイ。